です。王道プリン。としてもこうグループを引っ張っていけるように、あとスイーツ部もこう大人の余裕を醸し出しながらスイーツを楽しむ女性になりたいなと思います。頑張ります。わーかわいい、めっちゃいい、いいね、めっちゃいいですね。これもちょっと並んで、完璧だ。どうですか、撮れ高は。めちゃめちゃいいです。かわいい、かわいい。せーの、いただきます。かわいいね、かわいい、かわいい。ひなたさんの、はい、いちご、いちごタルト。すごいよ、ピスタチオクリームがめっちゃ美味しい。かわいい、色もかわいいね。いただきます。いちご美味しそう。めっちゃ真っ赤、いちごの、うん、甘酸っぱさとピスタチオのナッツのクリーミー感がすっごい相性抜群。絶対に美味しいですね。めっちゃ美味しい。しかもなんかピスタチオクリームのいちごタルト初めて食べたから、それにすっごい感動しちゃった。確かに美味しい、かわいい、めっちゃ美味しい、美味しい、美味しい美味しい。私はカラフルなプリンアラモードにしました。はーい、かわいい、かわいい。やっぱりプリンだなっていうことでめっちゃ悩んだんですけど、私はプリンにしました。じゃあちょっとプリン、村長ですもんね。はい、はるか村の、はるか村のプリンツリーを飼育していますので、いただきます。王道なプリンです。王道プリン、王道プリン。硬さはどうですか。硬さは柔らかめ、柔らかめなんだ。柔らかめなんだ。はい、でもなんかすごく本当にど真ん中ドストライクっていう感じのプリンだから、なんかみんなに美味しく食べられるバニー受けプリンさんと思います。おお、まさに、はい、まさに王道プリンですね。王道プリンです。ちょっとクリームとも一緒に食べてもいいですか。プリンと生クリーム絶対絶対合うね。いただきます。拍手しちゃった。大拍手、拍手が巻き起こりました。コンサートでした。コンサートでしたか。一緒です。素晴らしい。美味しい、いいね。なんとこのスイーツ部が配信されている6月29日はNGT48 の初のアルバム未完成の未来がいよいよ発売です。やった、ありがとうございます。すごいね、なんかいよいよって感じだね。そうですね、だってもう今日、今日な、まさに今日なわけじゃないですか。だって6月29日に向けてみんながいろいろ一緒に頑張ってここまで来て、もう本当にその今日が発
売日ってなるとなんか不思議な感覚になりますね。そして、あの収録曲に日向さんのソロ曲が入ってらっしゃるっていうことで、そうなんです。タイプ B の方にソロ曲の好きなんてっていう曲が収録されているんですけど、めっちゃソロ曲いただけた時すっごくすっごく嬉しくて、なのでファンの皆さんにもこのスイーツ部を見てくださっているそこのあなたに、あなたにも聴いてもらえたらいいなと思います。しかもリード曲はね、ダブルセンターだもんね。はい、そうですね。リカさんとダブルセンターでやらせていただいてるんですけど、 MV は全編佐渡で撮らせていただいて、結構本当に佐渡の綺麗な自然の景色とかが結構ギュッて詰められてたりとか、あのストーリー仕立てにもなってるんですけど、いろんなこうこだわりというか、本当に細部にもあって、なんか何回もめちゃめちゃ見た欲しいなってすごく思います。なんかミュージックビデオ結構なんかストーリーがミステリアスで、なんか1回見ただけじゃちょっとそうですね、理解しきれない部分があるかもなので、なんかたくさん見てなんかこういうことなのかなっていろいろ考察してほしいなって思います。ぜひ何回も何回も聴いてください。はい、大ヒットしますようにお願いします。はい、今回のスイーツ部は弥彦村のパレドール渡辺さんにお邪魔しました。はい、どうでしたか？もう本当にすごくお花とかもめちゃめちゃ店内も可愛いし、あの果物がすっごく美味しかったりとか、めっちゃわかる、なんかすごいフレッシュだったよね。あとスポンジがめちゃめちゃ美味しかったです。なんかあのプリンアラモードにも入ってたりとか、さっきお誕生日ケーキにもいただいたスポンジがめちゃめちゃ美味しくって、しっとりふわふわで、もう生クリームもめちゃめちゃ相性抜群で本当に最高でした。本当に、なんか食べながらね、いろいろたくさんのお話もできたし、そうですね、たくさんお話できてよかったです。本当にまたぜひ一緒に日向さんとお出かけしたいなって。本当に思ってますか？本当に思ってます。本当に思ってます。本当に思ってます。でもね、なんかまたね、プリン探し一緒にしたいね。したいです、ぜひぜひお願いします。はい、ということでお送りしてきました NGT48 の新潟スイーツ部、お相手は NGT48 の本間日向と小越遥香でした。バイバーイ。はい、OK です。お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。スイーツ部のロケは、これで終了なんですが、せっかく弥彦にいるということで、アルバムの大ヒット祈願で、お参りに行こうと思うんですが、行きたいですか？行きたい！行きたいです！めっちゃ行きたい！はい、ということで、おまけ。おまけ。弥彦神社に大ヒット祈願にやってきました。来ました。早速、はい。お参りしてきましょう。ゴー！ゴー！でもやっぱりすごい、めっちゃ綺麗だね。本当に立派ですね。すごい落ち着くね。私もしっかりお参りします。はい、それでは、はい、本殿にお邪魔します。お邪魔します。よいしょ。NGT48 の初のアルバム「未完成の未来」がついに本日6月29日に発売になりました。グループ結成から7年間の私たちの歴史が全て詰まったファーストアルバムになっています。ぜひ聴いてください。
する。これだ。じゃーん。あ、2個引いちゃった。やばい。私はこれだ。よし、じゃあ行きましょう。行きます。え、せーので見ようね。え、これで、ね、めっちゃ緊張しますね。いい？せーの、じゃんじゃん。大吉、大吉。え、一人とも大吉だ。やったー。わーい。嬉しい。嬉しい。めっちゃすごい。すごくない？めっちゃすごい。びっくり。やったー。やった